はい、えー、それではですね本日は二千十八年向け合格目標、えー、弁理試験の担当論文速習講座のガイダンス秋から始めるなら絶対に聞いておくべき担当論文合格術ということで、えー、レックスエ講師の宮口聡氏がお送りいたしますどうもおはようございますはい、えー、皆さんね本当にあの今日は、えー、お盆の第一日目ということでね えーまあ、里帰りだとか行楽地に出かける人が多い中ですね、えー、このガイダンスに来ていただきまして誠にありがとうございます、はいでえー、私もです、ね、皆さんと同じようにあの弁理士を、ね、志したときはあるわけでして、ね、まずはそのきっかけから言うと、えー、私はです、ねまあ、大学を卒業して、えー、あの三重県のほうにです、ねまあ、大学は東京だったんですが。 三重県の方にいきなり1年目行きましてですねで正直、ですねあの、まあ、かなりいなかったんですよ、通とか、ね、県庁総在地とかじゃなくて、渡来郡玉城町というところでしたね、であの社員寮ですよ、まあ、車で30分ぐらい行くとその会社に着くわけですけどね、いやーやっぱり、ね、東京の,あの、ね、華やかな世界から、えー、コンビニに行くのも車で20分ぐらいかかるような。 そういうところに行って、ですね、これはどうしたもんかと自分では、ね、思いまして、これはなんとかせないかんなと、ね、元宮崎県知事の東国原さんの言葉を借りるなら、土下かせないかんというです、ね、気持ちが沸き起こりまして、もうやめようかなと、<laughs> 会社辞めようかなと、まあ、いわゆる五月病じゃありませんが、そうなりまして、ですね、それで本屋に行ったんですよ。ね そしてなんかあのたまたま、ね、俺の目に留まったのが資格の本だったんですよ。ね、そしたらなんか、ね、トップバッターに弁護士ですね2番目公認会計士ですよで。なんと3番目に弁理士のかってなんじゃこれはと初めて見たぞ、弁理士なんだこれはとで食い入るようにあの読みましてです、ね、あの法律と技術の両分野にまたがる専門資格と、ねまあ、だからイメージ的にはその理系でもその あの弁護士のもう直感的にこれだなと思ったんですはいで私の戦いはそこから始まるんですよだから私はねガイダンスが実は出てなくて本屋に行って資格の本見て、えー、よし決めたそれですきっかけはで独学ですうんで本屋でその丸抜担当試験ねあの一次試験の問題集を買って、えー、でまあ法文集も買って一生懸命やったんですよ 当然受かりません <laughs>、ねうんうん、それであの、まあ、私ね何たってそういう田舎にいたもんだからあの予備校に通わないでやってたんですよ、ね、で話をかなり省略しますけど、ね、45年、えーまあ、そういう状態ですほぼ独学に近い状態で全然受かりませんでした、ね、それでですねその会社で、まあ、私も辞めようと思ったけどなんとかですね持ちまして4年が経ちました で人,事動人事部にはあの毎年皆さんもそうじゃないですか、会社にねどこの部署がその希望かというのをね出すことがあろうかと思います、それがようやく叶いまして、4年目か5年目でしたね、東京本社、知財部への移動が決まったんですよ、晴れて、ボストンバック、北へ北へ向かった、花の都、大東京、それであの東京に来た。それで レックの門を叩いた,たんです。ね。今はなき人望町本校 <laughs>。それで、えー、そこの、えー、入門講座に相当するやつをね、受けたところ、なんと !1 回で受かりました。だから、まあ、6年かかったんだけど、俺の気持ちの中では一発合格。なんだよ !1 年目から予備校に通っとけよかったこれです。俺の一言目の感想。なんだよ予備校に通ってれば受かるじゃんみたいな。今までの勉強何だったのみたいな。 やっぱりねタイムイズマネー、ね、お金を時間に変えるんです皆さん、うん、で、まあ、私もねあの何がこの予備校と独学で違ったかというとまあショートで言うとベクトルが全然違う方向に向かってましたね私ね、うん、今考えると誰も使わないような基本書とか読んでたし <laughs> ね何それみたいに言われると友達に言うとねあのー、でねただね講師私講師やってるんだけども18年 うん、役に立ちましたね、そのあの方向性の違う勉強をやっていたおかげで、まあ、相当マニアックな知識が身についたんで、あらゆる質問に対応できるようになりましたね、まあ、それは講師業をやっててよかったと思います、ただ受かるためには全然よくなかったです、<laughs> 受かるために必要な知識を教えてもらえばいいんだから、そうでしょ、だから今、ここに来ている皆さん方は、ね、幸いなことに、今、私の話を聞いたわけです。だから、ね、間違っても 弁理士を目指すすならば間違っても独悪は避けるべきです、ええ、やっぱりね56年で受かればいいですよ。ね、私もたまたま人事異動でほら、ね、東京に来たから受かったけどこれがあ10年20年選手いるんですよ皆さん知らないかもしれないけど結構い,、ま、いらっしゃいますだから方向性を間違わないためにも予備校をまず活用するこれがね何たって、あのー、私が伝えたいこと一つ目うん。 2つ目はです、ね、あの時間との戦いという話をしたいと思います。で、やっぱりね、なんだかんだ言ってね、まあ、どんなに天才な人でも、1500時間は必要です、ね、便利士に受かるための。というのはね、あの業界で、まあ、一発合格者がまあ一番よく出てると言われてるんですが、あの私のクラスね、えーああ、そういえばね、まあ、私もあの自信を持って、今までね、 どうかなと思ってたんですよつまり皆さんに対して私なりにこうやってああやってそうすれば一回で受かるぞという理論があるわけ、私の中ではい、えー、っと皆さん、今日カラーパンフレットありますね、こういうやつ、ねはい6ページご覧ください、6ページ、そうそう、それの6ページ、ね、右上にあの、まあ、女性の方で一発合格で写真の掲載されている方いらっしゃいますね。 一番見てください中卒の私でも諦めなかったら一発合格できました私は、ね、これで確信を得たんです、うん、だからやっぱり、ね、私は、ね、皆さんにこの言葉を送りたいね、うん、この人もそうだったけどね、まあ、やっぱりそのいろんな、ね、要素はあると思うよ、うん、あの合格するためのねやっぱり彼女を見ててて、ね、思いましたね、うん、もううこの言葉でしょう、うんうん、決断力、行動力 うんまあ、これは別に勉強に限らないと思うけどね、うん、政治家とかにも求められる力だと思うけどやっぱり受験生にも求められるね、これね、うん、で今、ほらインターネット社会だからあの通信とかでも勉強できるんだよ今、ほらネットで安くとかねあ,のあるじゃん、そういうのも、うん、しかし私はね、まあ、少なくとも便利士ぐらいの,あの難関資格だったら通用しないと思ってます。ええ あのやっぱり現場に来てなんぼだと思います。え、そのために今日皆さんにあの論文の答案サンプルで配ってませんか。サンプルで。うん。あのやっぱりね、まあ小試験もそうだけど、あ便利試験まだまだそのアナログ的な要素が多いんですよ。ね。担当試験はデジタルですよ。もう丸かバツかなんだよな。ね。マークシートに。 答案書いてて出して機械が採点するデジタルところが、論文試験、アナログですよ、うん、でこのアナログ的な論文試験と口述試験、ね、これに突破しないことには受からない、でこのアナログ試験の,あのデメリットは、甘いあ試験に当たれば得するけど、厳しい試験に当たったら損するという。皆さんそれ誰でもわかるよね、うん で論文に関しては少なくともそれは是正されています、なぜかと言いますと皆さんね、今日の私が B5 サイズの、えー、宮口聡千人公書か書いてますが、あのそれのですね、えー、8ページですか、さあこの8ページのーデータを見てください。うん、でね まああの今日蛍光ペンタ持ってる人いるかね、ない人は赤,赤で囲むとか、ね、してください。これねあの、一番下が合格率です、最終合格率、そう今ね、7%ぐらいなんですよ。うん、あれよ、えーっと、8ページだよ。いや、それじゃない、それじゃなくてね、もう一つなんかあるんだよ。ないなければね、ない,ないですか。 あそ,れそれ今、手に左手に乗っ <laughs> それ今7%最終合格率ねうんじゃあ次に公実合格率、ね、ちょっとオレンジで塗ろうか公実合格率、うん、これ93.9%やね去年今年はまだよ担当しか終わってねえからあ論文まで終わってんだけど合格発表まだやからねはいじゃあ次黄色でいくわね えー、はないしょはペンで囲むとかね、えー、論文合格率、えー、黄色で塗る、ほら、ね、じゃあ、担当合格率どうしようかな、担当合格率は、えーはい、緑塗るね、はいうん、6ページですよ、あそれじゃなくてね、これ,これに載ってないか。 はいこれねはい、どうぞ、皆さん、ね、担当厳しくね、おい特に今年八8.9、これね、史上最強に難しくなってます。えー、えー、10人に1人もう受からない、はい、平成25年、ね、9.2。 で私はね皆さんね、あんまりこういうこと言うと、あのー、なんていうか、皆さんね、萎縮してしまうんで、あのちょっと安心材料言いたいと思います。このサイクルに入ったと思ってください、つまり、この9.2、11.8、14.1、15.5、増えてるでしょ、ほら。で、1回、ドーンと落ちたんですよ。うん、だから、今後、上がります。ねこれはもう間違いないと思います、サイクルに入ってるんですよ。ね だから、ね、皆さん、産業政策的なところがあるんですよ、試験って便利しちょっと増やすぎたなとよし、ちょっと抑えようと、うん、抑えにかかりましたで、また今度はあちょっとあの足りなくなったなとなっていきます、徐々に徐々に増やしていきます、うん、今ちょっとほら、増やすぎた感があるんですよ、ほら、9.2から15.5ね、だから一回ここで少なくして、また、ね、調整を図りつつ増やしていきます。 だから少なくともこれより難しくなることはありません、はい、で次に、あの論文見てください、黄色で塗った何か気づきませんあの平成16年あたりから見ていくと皆さん頭のいい人は気づくはずですはい、女性の方、どうでしょう何か気づきましたか？考察を述べようはい、<laughs> 論文合格率の考察を述べようはい、うん、安定,ね、安定しますね、正解 つまり4分の1です。ね、若干のずれはあるものの25%前後ですね。これなぜか教えましょうか、ええ。担当はもう絶対的な点数で決まります。つまり39点取らないと受かりません。60点満点中39点以上です。ええ、だからね問題が難しいと39点すら取るのが難しいんです。今年はそうだったということ。ええ でしかも、弁理試験は、ね、39点トータルでよ、39点以上取るのと同時に、あちょっと回答をおこうか、右側に。特、はい、実という科目ね、遺書っという科目ね、商標、条約、著作権と不正競争防止症でこうやって俺が表を作るからね。担当 論文、口述と。はい、こんな感じ。えー、でね、あのーまあ、20点満点なんですよ、特実はね。20点中8以上取らないとだめです。10点中4点以上。10点中4点。10点中4点。 10点中4点以上ですよ、言,言っとくけどね、だから何が言いたいかというとあの、1科目でもこれを下回ったらアウト、うん、で、今年は条約で3点以下、つまり4点未満の人がすごく多かったんです。ええ、でね、それはどうしようというと、皆さん、これね、 上四方って言ってるんですよあの私はメジャー四方って言ってるけどあれ、三つじゃないですか、特実で二つやっから、特実、いい、小、ね、上4っと言うんです。で、上と著と負を下3っと言うんです、皆さん,、ねうん。雑魚科目とも言われています、いや先生、それ先生だけでしょ、ね、であの雑魚じゃないんですよ、これ。 ね、バカにできないんですよ、やっぱほら、上4法と下3法というとよ、なんか上4法のがメジャーというイメージがあるじゃん、だからどうしてもこのね、下3法に手が回らず、この条約で敗退すると、つまり極端なのと言うと、全体で43点取って、条約で3点、不合格、そういう人たちが多かったんです、ね、ちょっとトータルって書いていよ、トータルだと、えー、っと、 60点中39点ね。うん、これがうんじゃあ、私のクラスはあのギリギリを狙うのか違うよ。私のクラスの目標を言いますね。えー、ちょっと下に書いてみます。目標。はいえー、っと20分の16、えー。10分の8。10分の8、えー。10分の6。10分の6。これを目標にします。えー そうすると、6十分の、えー、足してください、ね。24、32、38、44。はい。つまり、これを念頭にいきます。四44点。ええ。うん。じゃあ、宮口クラス、44点以上取りましょうええ。満点はどうせ取れませんから。うん。私でも取れません。うん。私も今年、1問間違えますから。はい。ええ。 だから、まあ、そんなもんです、プロでも間違えます。皆さんは44点以上取ってください。ね、もちろん受験生の中には50点ぐらい取る人もいるんだけど、うん、去年の宮口クラスで51点がいたかな、うんまあ、おそらく一発合格すると思います、はい、じゃあ論文、論文は、ね、どういうふうにあれしようかなあえー、っとね、待ってくれよ、論文はね、うんうんはい えー、200点満点です、200点満点、それでね、えーっとうん、ちょっと待ってくれよ、どういうふうにしようかな、うん、54×2 は108、異、はいえー、装法100分の54、100分の54、えーの54はい、上,上,上と貯分ありません。はい、こんな感じ、えー 特実200点、ええー、拝点高いんですね、うん、だって2時間だし、うん、特日はね、2時間で2問出るんですよ、だから 100×2 って感じ、あ、う、あ、ん、で、これ合格ライン、108点以上、うん、でね、なんかえらい中途半端な数じゃん、これ、うん、108点って、なんか中途半端ですね、これ、偏差値です、実は、うん、つまり、108っていう偏差値は当然ないので、100点に換算すると54。 うん、だから衣装と商標54でしょ偏差値54以上、うん、でこれはねあのー、なんて言ったらいいんでしょうあのー、うん簡単な先生が採点あ優しい先生が採点しても厳しい人が採点しても偏差値だと公平だからですその先生方に200通ぐらい採点お願いしますんでうん そうすると、その優しい先生は優しいなりに順番が出ますからね、だから、公平なんです。はい、で、えー、まずあの、なんだ、偏差値54かって、一見、あのー、楽そうな感じしますけどね、言っときますけど、担当に受かった人たちの戦いですからね、分かりますあのできない人もいるわけじゃないですよ、もうできる人だけの争いになってます、だから54取るの結構きつい。 ええ、だから予備校の模試でいうと偏差値常に60以上キープしておかないとこの54はキープできません、うんうんね、だって予備校の当っ点まだ担当に受かってない人もさ論文受けるわけやからそうでしょだからやっぱね全体の10分の1ぐらいに入ってないとこれ取れないよ、うん、はいでもう一つ基準がありましてちょっとこれ恐ろしいんだけどえー、っとね 一科目でも偏差値 SS ね偏差値 SS と言います。SS が確かね47未満、確かそうです。47未満、一つでも47未満があるとアウトです。わかります？ だから全部54取ればいいんだけど例えば1科目でも、えー、47未満があるとアウト、うん。いや先生それどういうことですかと。うん、だからねえー、っとちょっとこれ分かりにくいんだよね本当論文の採点ってめちゃくちゃ分かりにくいんだけどもう一つ書いておくね、あのー、ちょっと米印して。論文というのは ね、論文というのは、全、えっとえー、科目の平均点が54以上、はい、分かりますか、これが合格の条件なんですよ、全、えー、科目の平均点が54以上、だから俺、54換算で言ったのね、54×2 で108とか。 うん、だから自分の合計点数をよ4で割って54以上あれば合格なんだけど1科目でも47点未満つまり46点とかがあるとアウト分かるだから1点豪華主義でなんかある科目は80ぐらい取ってよある科目は30ぐらい取るともうアウトっていうことですそれだけで分かったねバランスよく取れとバランスよく。 うん、で、私のコースは幸いなことに論文が入っております、ええ、で言っときますけど、私は特に、まあ、あのた担当も口実もそうなんだけど、特に論文に関しては自信を持っています、指導力、なぜかというと、あの私自身、理系出身ですあの、国語の成績も2とか3でした、せいぜい学校時代の、ね、だからその文章括弧に対する苦手意識が相当あったんですよ。 であのー、予備校の当連といは申し訳を受けても土べから数えた方が早かったね下かあの上から見ていくと、あのー、分からんけど下から見ていくとおあったみたいなそういう状況だったんですでレックに通ってぐっと上がったんですで一気にあの1位です総合1位だからどん底からもう1位に這い上がったとっいうそのノウハウがありますああこういうふうに書けば受かるんだなというのを体得しました それを皆さんに伝授していくということでだから私あの秋のコースの中では唯一論文を任せていただいております見てください、ねまああの要するにねあの天才肌じゃないんですよ私、うんまあ、だからもうあの論文に関しては超だめだめでそこから全国一位に這い上がったからね、うん、だから要するにアホでも一位になれる技術,技術論文技術というのがあこれあの 20ページねスケジュール冊子のうん論文編ってあるでしょでちょっとあのほら濃ういうところがあるじゃん白じゃなくてちょっと濃ういうところがねこれが皆さんにとっては非常に大事な実際に書く場面うん論文はスポーツですまずそう思ってください論文はスポーツだええ担当は納屋でもできるねっ あるノーベル賞受賞者が言っています研究は納屋でもできる、ね、<laughs> 倉庫みたいなところでもできるという意味です担当試験どこでもできますね混んでる電車の中でもできますね車の運転中はできませんがさすがに車の助手席だったらできますしかし論文はどうでしょう満員電車の中でできますか論文超貧縮ですね,ね あの車の中でできますか字が揺れてとてもじゃないけど <laughs> ね書けませんだから論文ははっきり言います現場にか来ないと書けないんだようんいやいや家でできるじゃんはいまあ、確かにそうですねでも皆さんご飯できたよ風呂沸いたよはい携帯に電話来たよ <laughs> もう邪魔する要因たくさんありますねそうでしょ ああああテレビああ、ドラマが始まる月九のああ巨人とヤクルト始まるああ今、巨人戦テレビでやってませんね、はい、邪魔する要因、さまざまですだから現場に来てください論文は現場に来てなんぼですそう、皆さん今日集まってるでしょ、うん、でそんなシチュエーションの中でスタート、始めでみんな一斉に書く。 周りの中でコツコツと音がする、ね、髪をめくる音が聞こえるそんな中での、ね、そんな中で鍛えられないといけないんです、皆さん、実際の試験会場、もっと大勢いますよ、ものすごく緊張します、みんな髪をめくる音、ペンの動こうと、その中で慣れていかないとだめなんです、そうでしょ家ではもう、安住の地ですね、のんべんだらりとできますよ、これじゃ緊張感ないよね。 身につくわけないじゃんだから私も田舎で勉強してた頃は全く論文が伸びなかったのよで5年目にしてレックに帰ったでしょ皆さんと同じように型を並べて論文書いたねこれがやっぱり伸びるんですよそして先生が直に採点してくれるでしょで、まあ、私はねその時の先生の指導方針が頭にあるんで皆さんの答案は私が採点します、うん、つまりあのレックにはね採点講師というのは別にいるんですよ採点のプロがうん それに任してもいいんだけど、それに任しようと皆さんがどんな答案書いてるかさっぱりわからんでしょ、俺。だから個別具体的なアドバイスができないんですよ。だから私のクラスは全員、私が責任を持って採点します。そうすると何がいいかというと、皆さんの個性を私が把握してます。私ね、あの、春のクラスがね、100人以上いるんだけど、123人ぐらいいるんだけどね、ほぼ全員の特徴、ほぼっていうのはほら出,しな出してくれてない人いるから、 脱した人についてはもう全部把握しますこの人はどう,いうどういうペンを使ってどういう字を書いてどういう考え方でどういうスタイルで書くのか全部、ね、インプットしてますそれを個別具体でいい人にはもうアドバイスしません何も言いませんおい君ねこれちょっと読みづらいわとかね作文帳ダメだよ、うん、これペン書いたほうがいいね、うん、多分スピード遅くない油性ボールペン使ってないこういうふうにアドバイスできるんですよ、ね、消せるボールペン使ってないとかね <laughs> 失格ですよ、消せるボールペン。こういうアドバイスができる。そこが特徴、私のクラスの。うん。まあ、普通はもうね、面倒くさいから、もう、あの添削講師にお任せコースだよ。うん。私はそれはしません。全部私が面倒見ます。これがやっぱり、実績につながってると思いますね。うん。で、あのー、なんていうかね、とにかく私を信じてください。あの、論文の採点ってね、 もうその採点者の考え方次第なんです極端なことを言います私が受験生になって答案を出したとしますはいっつってで誰か俺の答案を採点するでしょう <laughs> 俺の弟子みたいなのが採点したら多分いい点数がつきますもう俺の通りあ書いてんだから、ね、違う流派の先生が採点者としますあまりいい点つかないと思いますよええ まあ逆に、じゃあ,あのね、ね他,他のプロの弁理士の先生が答案書いて、俺に採点を受けたとします、うん。悪い点数がつくかもよ。そんなもんなんですよ。ええ、だからもう信じてください。ええ、だから逆に言うと他の、のあの採点で、まあ、納得いかない点数をもらったとしても、それは聞く耳を、まあ、持つか持たないかは自由と言いますが、持,持つなとはもう言いませんけど、疑問に思ったら私に持ってきてください。 うん、私プロだから分かるんですなぜこの先生はこういうふうに採点したかその採点者の気持ちになって客観的にアドバイスしますこの先生はねしょうがないんだよここはねこ,この言葉にこだわってるからおそらく厳しく採点したんだろうね、うん、例えばねあの特許請求の範囲という言葉があります特許請求の範囲これをねカタカナでクレームって書いてしまったとしますクレームとも言うんでそしたらねそれだけで減点する先生いるんですよね うんうんあのー、単一性のところで特別な技術的特徴という概念が出ています、そこをです、ね、我々はあのー、業界用語で STF て言うんですよ、STF、スペシャルテクニカルフィーチャー、ねだからあの、特に実務やってる人なんかは平気で STF って書くのねで、俺は丸つけるの、実際実務やってるし、で他の実務やってない先生なんかはあの分かんないからね、なんじゃこれ、あし、減点するんですよ、<laughs> 大減点するんですよ。だから あのそういういいの持ってきてきくださいあこの先生、おそらく STF ってちょっと分かってないんだろうね、しょうがないよ、ちゃんと日本語で書いてあげて、特別な技術的特徴と、そういうふうにアドバイスしてあげるから、ね、分かった、そう、まあ、そんな感じなんです、だから論文はスポーツ、ね、手を動かさないと、いくら頭で分かってても書けないんです、ね、で実際にもう1つ、私の論文の教え方の特徴、実際に私が答案を書きます。 授業中、ええ、もちろん時間がないときはあらかじめ俺が予習してあの配りますけどね、うん、要するにね皆さんあのなんて言ったらいいのかな今日のね、まあ、こういうレジュメ配ってるじゃないですかこういうのってこ,れこういうのってワード化なんかで作ってるわけでしょ活字体要するにもうあらかじめ出来上がったフォントで配ってるわけでしょこういうのって、ね、あの活字体の魔物で要はあのなんか全部すごく見えちゃうのよ リアルに見えないというかすごくないものまでちゃんとしたものまで見えるというマジックがフィルターがかかっているんですだから私はもう直に下手くそな字で直に書いて嘘なしの間違ったところは二重線も引っ張りそれを皆さんに配ります嘘なしのとは嘘偽りありませんええ模範とは水に書いてますそれを皆さんに配ってこれでもいいんだよとここはちょっとよくないねうん 時にには皆さんの答案を素材にしますもちろん名前は出しません、はい、そういうふうにしていくもんだから、ねうん、最初から完璧なものを見せても上達しないんですダメなものを見せてここからこの言葉をこの言葉に置き換えこういう表現をこういう表現に置き換えこのバランス比率をこういうバランス比率に置き換えたら合格答案になるんだよそういうふうに教えていきますそっちの方が絶対上達するんです はいね、よろしいですか、はい、じゃあ次に担当なんだけどあ担当って皆さん分かるよね、もう丸×試験、ちょっと、ね、私のレジュメにも出てくるかなあ出てきてないね、あ,あるじゃん、えーっと、この宮口レジュメの、ね、一番最初ほら担当問題サンプル、平成25年の7番だけど。 なんかこれ穴埋め問題って感じですね、ほら、ね、穴埋め問題、うん。皆さん、どう,どう思うこれ穴埋め問題。もちろん分からんないけどねもちろんこれからやるでしょう全然分からんと思う。でもねなんとなくこうじゃないさ,あさてさて123条3項は特許無効審判は ○1 <laughs> えっと、えー、特許権消滅後によってもかな。 丸求すんこと多分こうやってやるんじゃない普通の人はね丸一から順にこう確認しながら「はい素人」<laughs> まあ当然なんだけどね「はい素人さん」ね、うん。私はどうやって特くか教えましょうか ね、私はこうやって解きます、まあ、もちろん一通り勉強した人じゃないとなせる技じゃないんだけどまず上からちゃんと読んでいく1から5の番号がされた空欄に適切な語句を入れるとはいあかんだな、ね、い123条参考についてのあこの問題って123条参考の問題なんだなとだからまずここで123条参考知らなかったらアウトだよで皆さんは受かる人はどういう頭の中になってるかというと123条参考 特許権が消滅した後も特許無効審判を請求することができるという条文だったな。もう頭に入ってます。要するに、特許無効審判っていうのはね、迎撃ミサイルなんですよ。迎撃ミサイル。今ね、北の国からミサイルが飛んできそうな雰囲気です。迎撃ミサイル。パック3なんですよ。ええ、無効審判って。ねだから北の方からね、なんか飛んできた。これはね、侵害訴訟の訴え提起に、 例えてください。ね。お前侵害してるぞボーン裁判所に訴えていき。そしてそれに対して迎撃ミサイル。ならばお前の特許を潰すぞパック3ね。で、それは、あの、要するに、あの、原告の特許権が消滅した後もこれ、迎撃ミサイル発射できるんです。なぜかというと、それはね、例えるとあれかなあの、時々昔のね、昭和20年代の なんか地雷がまだこう地中に埋まったりしてさ時々発見されたりするじゃんでもあれいまだに爆破能力あるからねこう避難住民を避難させて処理するでしょあれと一緒だから死んだからといって油断はできないだから向こう審判で完全に潰すみたいにねやるんだよでこれ何のためかというと特許権って死んだ後でも損害賠償請求ができるのこの,このロジック分かるかな 特許権は死んでも損害賠償できるの、侵害者に対して。なぜかというと、生きてた頃の、特許が生きてた頃の侵害行為に対して、お金払いなさいって言えるから、今は死んでてもいいんです、昔生きてた頃の特許権、あんたは侵害者でしょう。だからこの123条3項の趣旨は、原告の損害賠償請求対策なんです。ね 死んだ後に損害賠償請求をやってくるかもしれない。それに対する迎撃ミサイルだという、そういう趣旨です。それが分かってたら、私はね、この空欄見ないんです。この空欄全く見ません。どこを見るか。はい、ここだけ見ます。この選択肢群だけを見ます。ここでインパクトのある言葉だけを見えるんです。ぐるーっとアルファイを見して。はい、出たはい、出ました。損害賠償、損害の賠償。 他の選択肢のところ見てください。1、2、4、5、見てください。一言も書いてません。でしょということは、もう見なくても3番が答えです。どうですかこれ予備校に来ないとこういうテクニックを教わりませんよ。過去問集やってごらんなさい。真面目な解説します。真面目な解説というのは、丸1には特許権の消滅が入ります。丸には請求があります。丸3は、えー、何だろう。 マルさんは特許の向こう特許が入りますほら真面目に一対一の対応で皆さんの実力は全くつきません <laughs> 私の夢の解説どうですか気が利いてるでしょもう要するに本質を見抜いてるからこそ解けるんですよだから私のテクニックはねほんとにあの何の知識もない人にも通用するテクニックじゃないよある程度勉強してれば通用する素晴らしいテクニックなんですうん だからあの最低限の知識を持ってこその,あの輝くテクニックなんですよ、その辺を伝授したい、つまりあの、成功法の知識とそれから邪道といわれるテクニック、これが融合することで、ええ、時間の短縮、ね得点の、得点の向上を図ることができる、どうですか、はい、次,の次のあれ見てください。うん これはね、平成25年の14番、いかにも強敵って感じですね、これは難しいです、ね、これはねあの、いいですか、こういう問題はあ、ねま、皆さん分からんと思うけど、俺から見てもこれは D ランク、D ランクって分かる、はい、英語で言うと、<laughs> ちょっと俺の英語力が <laughs>、あれ、英語の特徴、通じるやってますディフィカルト 難しいちょっとおかしいよねなんかおかしい感じがするわ <laughs>、まあ、とりあえず D ランクの問題で、うん、あのディフィカルトな問題ということですこれは難しいね別に解説しないよ皆さんに解説したところでね釈迦に説法ですよあ違うって猫に拒んかなはい、えー、あバジ豆腐って感じですねはいえー、で平成25年の15番見てください うん、これが典型的な問題、これ、超典型的、うん、つまり、便利試験の中で一番多いでしょうね、典型的な問題を、T、TP と言います、ティピカル・プロブレム、ねうんまあ、でも分かって一緒でしょ、なんかこう、一つ選ぶんだなと。うん まあちょっと一応やってみようかな、うん、俺もあのちょっと解いてみようかなという気になってきた、平成こあの25の10はちょっと勘弁させて、これ、俺から見てもね、えー、一筋縄じゃないなというのは分かるんで、はい、25の15はやります、特許を受ける権利は、低等権の目的とすることはできない、正しい、正しいやつはピンクか黄色で塗ります、うん、で、私ね、出典も暗記してますから、これはね、33条2項、青本ですわ、おっ 青本何ですか、それあしまった、青本持ってくれよかった、うん、青本持ってる人いないどうですか、持ってますあー今日は持ってない、うん、ちょっと持ってくれよかったな、ちょっとね、あの電話して、誰か持って、あっ、それ、青本じゃねえか、放文集か、まあいいわ、あのー、青本っていうのほうがあるんですよ、こんな分厚い、工業所有権法築城解説よね、この手の幅サイズぐらいの、値段も8000円ぐらいするんだよね。うん でそれに書いてある解説から持ってきてるねこれ先生よくしてますねそれはプロですからじゃあ33条2項という条文には何て,て書いてるかというと特許受ける権利は7件の目的とすることができないって書いてあるのよお皆さんあのほらそこの人33条2項見てくださいほらせっかく公文書持ってきてるじゃんちょっと古そうなバージョンだけど、ね、33条2項 2> おこう書いてる、えー、33条2項はね、えー、特許受ける権利が あ特切る権利は七権の目的とすることはできないでもこの問題低等権低等権だから条文レベルを超えてるんですよええ、でも青本に書いてる七権もダメなら低等権もダメだよねっていう話だって皆さん低等権ってどう,いうイメージがある土地建物などの不動産じゃない皆さん家をローンで購入した経験になる人なら分かるはずですええ、銀行は そのの購入者の家を定当権設定しますなぜならばローンが滞ったときに支払えませんといったときにもう銀行がそれをです、ね、競売にかけますからそのためのテクニックです、店当権というのははいじゃあ次、同一の社からあ承継した同一の受ける権利について同日に2条の特許参があったときは特許参の協議により定めたもの以外のものの協議は第三者に対抗するコツができないどうですかね あのー、そちらのねな、何それ、ハンティングワールドの人、ちょっと実力のあり,ありそうな雰囲気の、はい、丸、すごいですね、いや、さすがハンティングワールドの服を着てるだけのことはある、素晴らしいです、ちなみに条文まで言えますか、ああ、そこまでだね、だからそのために今日ガイダンス着てるわけだから、ええー、じゃあ、後ろのね、人、ちょっとあの公務店に勤務してる感じの人。 はい、どうですか、これ、根拠順分わかりますか、ちょっとパスネット、だから今日来てるんですよね、分かってたら出る必要ないですよね、<laughs> はい、これは私が答えます、34条2項なんですよ、ね先生、すごいですね、全然すごくない、プロだからね、うん、34条2項に書いてあるんですよ、でも意味わからんですよ、皆さん、さっぱりね、いいです。<laughs> うん そこまでいちいち解説すると、ね、あっちゅう間にです、ね、あの日が暮れますはいじゃあ次特許許切権利に基づいて取得すべき特許権について設定された仮専用自治権が共有に隠れている各共有者はその特許許切権利を有する者の,の承諾および他の共有者の同意を得た場合に限りその仮選に基づいて取得すべき、えー、専用自治権について他人に、えー、専用自治権を許諾することはできるさっぱり分からんでしょううんうんねえこれはね何だと思います あのまず、ね、仮専用自治権が共有にかかると、ね、でその共有者は特許を受ける権利を有するもの、うん、こう考えてください仮専用自治権って会社でいうと部長です部長クラスの人がなんか、ねえー、同じ部長仲間の同意それから社長の同意を得た場合に限りなんか部,部下を作ることができるみたいな感じ。部長が、ね あそろそろこいつを課長に任命しようと思うんですけどいいですか、えー、他の部長どうですかねいいよ社長どうですかいいよそういうシチュエーションですね,これねそういうシチュエーションなんですよだからなんか普通な感じじゃないですか正しいでしょ、ね、これは、ね、正しいですわ、うん、でちょっと俺の実力も試すねこれは、ねあのー、仮線の共有やから ちょっと条文見ないと俺もねこれはさすがに342の8項やね難しいでしょ34条の2にね8項っていうのがあるんですよちょっと見てくださいほら33条2項から4項までの規定は仮専用自主権に準用するこれね仮専用自主権に準用するええそれでね4項中のがあって 仮専用自主権者は特許を受ける権利を有するものの承諾を得た場合に限りその仮専に基づいて取得すべき専用自主権について他人に仮通を許諾することはできるはい部長は社長の承諾を得て部下を作ることはできるみたいな感じの条文だから34条の2の4項ほらこういうふうに根拠条文を書いていく、ね、つまり必ず書いてあることには根拠があるんですよねえ ああという感じですよ。うんじゃあ残り4と5やねこれ残り4と5ですよええー、はいじゃあちょっとね5番からちょっとやってみるよ、ねまあ、4番が答えなんで5番が。 今は4番が答えだなと思ったんで契約により、職末めについて使用,者により使用者に特許を受ける権利を承継させた従業者が支払いを受ける権利を有する相当の対価の額は契約勤務基その他の定めによって相当の対価についての定めがない場合、ね、ちょっとここでスラッシュ、定めがないんです、つまりパッとしない会社ということですね。ええ その職末目により、使用者が受けるべき利益の額、職末目に関連して使用者が行う負担貢献、従業者の処遇、その他の事情を考慮して定めなければならず、はい、スラッシュ。あなぜスラッシュを打つかというと、ここまでは問題ないなということです。その負担や貢献には、当該発明の完成に、えー、までに行う負担や貢献のみならず、当該発明の完成後にそれを事業化するために行う負担や貢献も含まれる。ええ つまりね、これね、どういうことかというと、皆さん、企業でね、エンジニアの経験のある人、どんぐらいいますはい、企業のエンジニア経験、ああ、そうですか、そうするとですね、自分で発明した人、どのぐらいいる自分で発明した特許さんに至った人、おお、そうすると会社からお金もらえませんか、お金もらえるでしょで、それは多分もう決まってるんですよ、それは決まってるんです、だからこの問題のケースはありません。この問題は超パッとしない会社 だからなんか出来たてほやほやの会社か今までなんか発明の経験がないような会社で慌ててです、ね、あの従業員がお俺、発明したんだろらお金くれよと言われてえどうしようかおい,くらぐらい,いくらぐらいあげればいいのかなみたいにそういう時にどうするかという話です。ね、で、そういうので、まあ、いやで決めてもいいんだけど、ねまあ、あの会社はあんまり払いたくない従業者はいっぱいもらいたいそうなると結局、裁判になるわけよ。ね、それも もう、ね、何万とか何十万じゃねえよ200億円判決出ましたよね青色発行大容土事件、ねえー、平成東京地ン平成14年9月19日忘れもしない青色発行大容土事件東京地裁中間判決です、ね、あ中間判決はあれか植末名の特許受ける権利は会社に帰属するその反対給付としての対価の額が200億円判決出ましたでしょ でその後交高裁で覆って和解したんだけどね、だから別にあの間違ったことは書いてない、えこれはね、35条7項です、えちょっと法文書を持ってる人は見てください、35条7項ね、ちょっと読みますから、ほら、相当の利益について、定めがない場合ほら、その定めによるところに相当の利益を与えることは第5項の規定に不合理であると認める、つまり不合理というのは争いがある場合。 ね。従業者と使用者との間で争いがある場合です。ね、第4項の規定により、受けるべき相当の利益の額は、その発明により、使用者等が受けるべき利益の額、はい。その発明に、えー、関連して使用者等が行う負担貢献、えー、び従業者等の処遇、その他の事情を考慮して、定めなければならない。ほら。その他の事情なんですよ、この、これが。事業化を行うために行う負担や貢献も。だからこれも正しいと。 黄色で塗りますね黄色い蛍光ペンで、ほら、だからね、結局、これからも分かるように、残された枝4が間違っちょるよということになるわけです、これを消去法と言います、ねまあ、別にあの4番目を解いて、ガチで罰だと気づけばいいんですけどね、はい、だから今の条文は35条7項だよと。 ね、で最後に見ていきましょう、誤ってるのどこを誤ってるか仮専用自主権者があその仮専用自主権について他人に仮通常事件を許諾した場合つまり部長が課長を任命した場合、えー、部長が消滅しても課長は消滅しないことがあるなるほど今の部長と課長の具体例はあまりよくないね部長が死んでも課長は生き残るからね <laughs> どうしよう。 どういういいい具体例がいいかな、うん、ちょっと待ってよなんかさあの金魚の種類,種類があって金魚の種類でなんかそのある金魚が死ぬと連鎖して死ぬっていう金魚の種類があるっていう話を聞いたことあるんだけど知らない <laughs> 健全な金魚であってもある金魚が死ぬと連鎖的に他の金魚も死ぬというそういう種類の金魚があるらしいんですよそれと思ってください <laughs> それと思ってください。つまり、仮線が死ぬと部下も死ぬんです。忠誠を誓う部下ですね。もう部長が死ぬんだったら私も死にます。だからこれは、消滅しないことがあるは罰なんですよ。ええ。って言ってもね、皆さん、あまり納得しないでしょうから、ちゃんと条文があるんですよ。ね、仮線が死ぬとね、仮通も死にますよっていうね、条文が。 ちゃんんとあるんですそれを今、私が、ね、示しますから、ね、えー、っと、あ、これだ、えー、343の11個、いきますよ、ほら、全、ね、項に定める場合のほか、全、は、条、い、4個の、えー、規定、または7項本分の規定による仮通常自主権は、その仮専用自主権が消滅したときは消滅する、ほら、ね、ちょっとあの痕跡残しとくわ。 仮通常自試験は仮線が死ぬと死ぬよ。ねえ。ほら、全部その根拠条文っのがあったわけよ。343の11。ねほら、なんとなくね、まあいいんだよ、今の皆さん、ちんぷんかんぷんで。最終的にはこのぐらい分かってこないといけないということなんですよ。ええ。で、しかも根拠条文もちゃんとこう、言える。ね簡単なやつは。 簡単じゃなゃうこう見ながらでもいいでも皆さん今、不自由してるでしょ今、俺が言ったような34 3、4、3の11なんてね、開目検討もつかないでしょでも俺は、まあ、プロだからだいたいこの辺にあるだろうぐらいは最低限してるわけよ完全に覚えてなくてもだからパッとこう見つけるわけねだからそういうところまで持っていきますから、うん、そうなればね、十由自皆さんね、例えばこうお金,お,お金があればね何でも買えるええ 自分の体が健康であれば何でもできる。しかし、これから便利試験を目指すにあたって何も知識ない。非常に不自由でしょ、うん、だからその不自由さを自由にするのが私の役目だから。ね、これから1年弱、ね、スタートしていく、今日からスタートしていくこの担当論文速習コース、全体構造編がいよいよ午後からスタートします。 早いスタートがいいですよ。なぜかというとね、今日からスタートするって言っても、実は実質的には9月2日にスタートするんで、あのー、ある意味ね、今日を皮切りに予習の期間があります。ね、そうすると、このポスターにも貼って入ってあるように、先取り Web 受講制度を利用してね、約、あのー、2、3週間、しっかりとこの入門講座のレベルに関しては予習ができます。ね、ええ だから、あのー、その間にですね、えー、ウォーミングアップ、ね、いわば滑走路を走りながらテイクオフ、ねえー、離陸していくと、ねえー、いうことで、えー、皆さん、ね、頑張ってほしいなと思いますはいじゃあね、ねあともうそろそろ終わりもう終わった方がいいあと23分大丈夫何かしまるしょ何かこれは聞いておきたいなみたいなどうぞ。 全く初めて、興味があるわけやね。今年の夏は、の知財、とりあえず知財検定の三級を受けたんです。ええ、受けました。知財検定三級。おお。翌日に答えが。出たで多分パスはしてると思うんです。ええ、パスネットっていうことやね。たまたま、その勤務先の知人に、弁理士の勉強したいと思ってる。ええ。この人がお付き合されてる方が実は去年弁理士に向かって。あ、ほら。そうですか。あの。

うん。まあそういう私は東京事務所でも何でもないただのただの門外漢。ええ。うん。なのでそのそれでもいいのかと。まあそれでもいいのかっていうのもあるんですけど、あの例えば一次試験に当かった後のその論文、あの論文単位延長科目っていうのもその方がちょっと聞いたんですよ。だからその例えば指定された資格一個あれば免許になるから、例えば免許来年の春からで 頼ってやるんだったらそれまでにその資格を取っていたほ、うん、ああつまりこういうこと <laughs> なんかその便利試験を始める前にお膳立てと, <laughs> としてその選択免除を狙う方がいいのかと、はいはい、いや私はねもう今のうちからやった方がいいと思いますなぜかというと理由がありますそれは今ね嵐の前の静けさよつまり何が言いたいかというと今ね絶好のチャンスなんです今法改正がほとんどないこの世界 うん、ところが今、もうちょっと待ってからやろうか多分嵐、嵐台風1号、2号、3号、4号来ますよ今、全く台風来ない状態だから今のうちにこの安定的な法改正のない時にこの知的障害を学んだほうがいいですで並行してその選択科目の勉強もしていきましょうで選択科目は何を取るのか分かりませんがそれは、ね、アドバイスしていきます文系なのか理系なのかその辺の違い それからあの免除を狙うのかガチで勝負するのかその辺は、ね、スタッフもあの詳しいので、ね、その辺をアドバイスしていきますから、ね、ああでも、ね、その知り合いの方が、ね、私の講座を取ってくれて伸び悩んでたのにもう一気に受かったとああそれはもうありがたい話です、ねでまあ、その方からの紹介もあったということですねそうすると、ね、あの友人紹介割引もありますよ、ねはいえー、それでは皆さん、ね、ちょっと時間がないのでね えっと、2018年、このね、向けを合格し、目標の担当論文速習コース、いよいよ今日から始まります。ね。それで、あのー、まあ、今日から始める人はね、まあ、法文集を買ってほしいんですが、あのー、別に今日は全体構造編なので、なくても構いません。ね。今日のテキストがね、あ、今日、違う。今日のこのガイダンス用の宮口レジュメは、実は全体構造編用のレジュメにもなってるんでね、まあ、ある意味、 あのえーまあ、これがサンプルだということでね、ういい見本になってますよ、ね、それを使っていきますんで、抜粋版だから全部じゃないよ、ね、はい、じゃあ,あの、ガイダンスはこれで終わります、一応、私の話終わって、事務局からね、注意点とかあると思うんで、うん、じゃあ,あの、一発合格を目指してね、頑張っていきましょうよ、担当論文、口実ね。 はい。口実は私がこう当てていくからね。日頃からもう工事の訓練になってますから安心してください。はい。それで終わります。どうも。ご清聴ありがとうございました。